東京聖書学校は埼玉県吉川市にある日本キリスト教団のホーリネスの軍の教職養成のために設立された日本キリスト教団認可神学校。東京聖書学校の前身である中央福音伝道館と聖書訓練学校は1901年メソジスト監督協会の中田重治とカウマン夫妻によって神田神保町に設立された。その後、新宿の柏木に移転、聖書学院となり1917年には東洋宣教会、ホーリネス教会の伝道者育成機関となった。1936年の日本ホーリネス教会の和教分離によって委員側は柏木聖書学院を中田監督側に譲った。そして、ヨドバシ教会内に神学校を開校して聖書学校と名付けた。校長は米田豊であった。その後、板橋区諸に新校舎を建設した。1943年のホーリネス系の教会は、政府により弾圧を受けて解散させられ、神学校の校舎を手放した。1945年の終戦とともに、ホーリネス系の牧師は、日本キリスト教団に復職して、旧6部の教職は、ホーリネスの軍を結成して、日本橋吉町の生徒教会で、東京聖書学校を再開する。戦災で焼失したヨドバシ教会が再建されるが、1949年の日本ホーリネス教団設立により、車田修司、米田豊らが離脱し、残った小原13氏が指導者として残る。1950年に東京聖書学校がヨドバシ教会内に移転した。小原の尽力により、1954年日本キリスト教団の認可神学校になり、1972年まで小原13氏が22年間の長きにわたり、校長を務め、田中信夫などの著名な牧師を輩出した。小原の引退後に、小出忍が校長を引き継ぎ、1980年に東京キリスト教短期大学より、東久留米市の土地を購入して移転する。1994年に、東久留米市から、現在の所在地の埼玉県吉川市に移転する。校長、久良木和夫副校長、大友秀樹教授講師特別講師、学校案内。東京聖書学校。2020年2月23日閲覧。ありがとうございます。